ずっとずっと YouTube で種明かしをしまくってるわけ。手品のようなマジックをぜひね、自分の人生に起こしてほしいんです。それだけあなたにはパワーがあるんです。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥン、おめでとうございます。はい、今日もですねハワイからお送りさせていただいています。ちょっとね、生演奏がそこでやってるので、音が入っちゃうかもしれませんけれども、ご了承ください。で、前回すごい奇跡が起こったっていう話しましたよね。僕が YouTube を撮っていたら、ホテルの従業員の人が一緒に写真を撮ってくれというふうに言って、しかも相手のカメラじゃなくて僕のカメラでツーショット写真を撮ったらお礼にということで、この VIP 1万5000円以上するこの VIP の、 場所をプレゼントしてくれたっていう話をしたと思います。で、ここに今座ってんだけども、で、その撮影が終わった後ね、僕がこうやってチェックをしてたら、その従業員の人がまたこっちに来てくれてね、ちょうど僕がね、多分その撮影が終わったタイミングを見計らって来てくれて、なんとですね、ドリンクの無料券を3枚もくれました。嬉しい、ありがとうございます。なんか何もしてないのにこうやっていろんなものを受け取って本当にありがたいですね。嬉しいですね。優しいですね、みんなね。特に僕何もしてないのに、写真を撮っただけなのに、なんか金運浴びたのかな、彼も。あ、金運浴びたからなんかいろいろプレゼントしなきゃと思ったのかな。ありがとうございます。もちろんね、彼にはチップを先ほどお支払いさせていただきました。ということで、ハワイからの放送3回目なんですけれども、今日はですね、ちょっと僕もハワイにいていろいろなインスピレーションをもらってるんですけれども、いわゆるね、こういろんなところで言われている常識みたいなものが本当に常識なのかなみたいなね、ことが降りてくるわけですよ。よくさ、いいことを考えるといいことが起きる、悪いことを考えると悪いことが起きるという、いわゆるそのマインドの部分とこの3次元世界はシンクロしていて、引き寄せの法則じゃないけど、いいことを思えばいいことが起こり、悪いことを思えば悪いことが起こるっていう、結構よく聞きますよね。それって本当なのかなって思ったんです。なぜかというと、意外と僕も大丈夫かなって心配することあるんですよ。いや、こんなに心配ばっかりしてたら悪いこと起きちゃうんじゃないかなって思うんだけど、いいことが起こるんですよ。例えば今日みたいなこととかね、起こっちゃうわけ、いいことが。あとはうまくいくと思っていればうまくいくし、うまくいかないと思ってたらうまくいかないっていうのもよく聞くよね。これも本当かなって思うんですよ。例えば僕も、あ、これひょっとしたらうまくいかないかもなって思っていたことがすげえうまくいったりすることあるんだよね。とか、例えば僕の周りの人で、いや絶対うまくいく、絶対うまくいく、絶対うまくいくって思っていた人が全然うまくいかないこともあるわけ。例えば自分でイベントやりました、もうみんなたくさんやってきてくれる、お客さんもたくさん来てくれる、満席になっちゃう、この売り上げで好きなもの買おうってすごい想像してた人がお客さん一人も来ないとかね、そういうことあるわけですよ。あれ、うまくいくと思ってたらうまくいくんじゃないの、でもうまくいかなかったね。逆にうまくいかないって思ってたのにうまくいっちゃったね、なんかおかしいね。マインドとこの3次元世界ってシンクロしてんのかな、本当かなって思ったりするわけですよ。で、僕の友達でもですね、結構経営者の人ってビビりの人が多くって、うまくいかないケースむっちゃ考えるんですよ。で、その時にうまくいかなかった時にどう対処するかっていうことまでちゃんとこう考えて事業を進めてる人が多い。だからよく言うんだけど、経営者はネガティブな人多いんですよ。逆にうまくいく、うまくいく、うまくいく、絶対うまくいくっていうふうに言ってるだけの人って詰めが甘くて、失敗した時のこと考えてなくて、うまくいかなかった時に本当にうまくいかなくって、しかもその時に焦って対応するから、あ、本当にうまくいかないっていうか、もう辞めちゃったり、経営をね、会社を辞めて自分がやってた会社を清算して、で会社員に戻るとか、そういう人ってポジティブな人、うまくいくって思いすぎてる人が多いんですね。あれ？思うよね。だから正直僕の中ではね、いろいろなこと言う人いると思うけど、僕の中ではこのマインドでうまくいくと思ってたらうまくいく、うまくいかないと思ったらうまくいかないっていう、この整合性ははっきり言って取らなくていいと思ってるんですよ。
だからうまくいくと思ってもうまくいくし、うまくいかないなと思ってもうまくいくんです。自分のこと素晴らしいと思ってもうまくいくし、自分のことダメだと思ってもうまくいくんです。すっごいポジティブでもうまくいくし、すっごいネガティブでもうまくいくの。あんまりこのマインドの部分って関係ないんですよ。だからあなたがどんな状態でも、どんな感情を持ってたとしても、どんな人間であっても、あなたはうまくいく可能性があるんですよ。あなたは絶対にうまくいくんですよ。こういうマインドこそが実はうまくいく秘訣なんですよね。だから表面的な感情の部分にとらわれすぎないってことね。あー、ネガティブなこと考えちゃった、これじゃうまくいかないとか、そういうこと考えなくていいんですよ。だからぜひね、自分は絶対うまくいくと思っておいてください。どんなに落ち込んでも、どんなにへこんでも、どんなに失敗しても、どんなに過剰なポジティブになったとしても、どんなに過剰なネガティブになったとしても、あなたは絶対うまくいく、ハワイの力、断言をさせていただきます。でもきっとこれを聞いた人はね、こういう疑問も生まれると思うんですよ。慎吾さん、そしたら絶対どんなことをしててもうまくいくってことですよね。でも私はあんまりうまくいってないんですけどっていう人も中にはいると思うんだよね。で、実はこのうまくいくいかないっていうのは、マインドの部分よりも自分のウォント、どうしたいかの方が重要なんです。自分がどうしたいか、これは前々回の YouTube で話しました。自分がやりたいこと、何をやりたいのか、どんな人生を過ごしたいのか、この気持ちが強ければ強い人ほどうまくいきます。で、それが見つかりづらい人はどうしたらいいかというと、やりたくないことを考えるといいって言ったよね。私は長時間通勤したくない、むしろ電車通勤もしたくないとか、今の給料じゃ物足りないとか、もっと時間が欲しいとか、もっと優しい彼氏が欲しい、旦那さんが欲しいとか、そういう自分がどうしたいか、例えば社会貢献したいとか、ペットを救いたいとか、そういう気持ちでもいいし、もっと自分の我に近い部分でもいいんだよ。例えば家が欲しいとか、例えば車が欲しいとかでも、もう全然いいの。もうとにかく何をしたいかなんですよ。その何をしたいか、もしくは何をしたくないかを突き詰めて考えることこそが人生がうまくいく秘訣なんです。僕はサラリーマン時代、本当にこの先5年このままでいいのかって自分に問いました、魂に問いました。答えはノーでした。だからあなたもぜひね、心に聞いてほしいです。この先5年10年このままでいいのか、自分のやりたくないことをやっていないか、我慢してないか、もししているのであったら今から変わってください。今からでも遅くありません。50歳、60歳、70歳、何歳からでも人生はやり直せます。もしあなたが今からでも変わりたいと思うんだったら、ぜひ変わってください。そして僕もその手助けをする準備ができています。YouTube を全部見てもらってもいいし、ブログを見てもらってもいい、ね、特に僕がまだ何者でもなかった頃、サラリーマンを辞めてすぐの頃、本を出す前の頃のブログとか、すごい自分の僕の葛藤とかが書いてあったりするので、とてもおすすめです。それらがね、無料でできること、無料で学んでいただけること、それからスクール入ってもらえると本当にみんな人生変わります。それは経済的な部分が変わったり、もしくはパートナーシップが変わったり、心が穏やかになったり、もうすごくすごく人生が変わっていきます。それはなぜかというと、僕の波動を直で浴びたり、もしくはいろんなそのスクール生さんたちとの交流の中で波動が変わっていって、ね、人生が変わっていく。お金のことだけじゃないんですよ。心の部分も変わっていくんです。なんでか分かんないけど、不思議だけど、人生が良くなっていくのが、まあ、スクールです。ぜひね、もしよかったらスクールに来てください。はい、ということで今日お話しさせていただいたのは、実はマインドの部分ってそこまで関係ないんだっていう話。マインドっていうか感情だね。感情ってそんなに関係ないの。ネガティブでもいいし、ポジティブでもいい、ね、いいこと考えてもいいし、悪いこと考えてもいいの。そう、人間なんだから、いろいろ浮き沈みあるんですよ。他人軸でもいいし、自分軸でもいいんです。全然いいの。もうそういうのは正直あんま関係ない。それよりも何よりも、自分の人生をどうしたいか、どうしたいか、どうしたいかだけなんです。慎吾はサラリーマンを辞めて幸せに自由になりたいと思ったから、今ここハワイにいるわけですよね。自分がどうしたいかっていう、そのエネルギーがあなたの人生を変えます。それだけあなたにはパワーがあるんです。慎吾だからできたわけじゃないの。あなたにも絶対できるの。これはね、ある意味手品に似てます。手品ってさ、
種が分かんないとなんかすごいってなるじゃん。コインが消えたりカードが引いたカードが出てきたりとかすごいよね。でもさ種を見ちゃうと結構あそんなもんなんだって思うんですよ。で種さえ知ってしまえば自分でも練習すれば手品ができるようになるんだよね。それと同じで皆さんは僕の人生すごいなって思ってるかもしれない。でもずっとずっと YouTube で種明かしをしまくってるわけ。こうやってやってうまくいってんだよ、こうやってやったらうまくできるんだよ、こうやったらあなたの人生変わるんだよっていう種明かしをずっと言ってんの。であなたにもその種を学んでいただいて手品のようなマジックをぜひね自分の人生に起こしてほしいんです。これは誰でもできます。だって僕でもできちゃうんだから。そして僕が教えてるスクール生さんたちでもできてるんだから、もう誰でもできるのよ。種明かし。はい、今日も種明かしの時間でした。見ていただいてありがとうございます。いつも励みになってます。見ていただいてあなた愛してるよ。せーの、龍雨金運流浄爆上君に幸あれ。ハワイからでした。またねー。